2015年から年に一度開かれているもので、今年は津市大門一帯の広場やカフェなど9カ所の会場に、県内で活動しているミュージシャンなどおよそ40組が出演しました。このうちセンターパレスホールでは、東京内中学校吹奏楽部のビッグバンドが登場し、力強く若々しいジャズナンバーを披露しました。屋外の会場では雨が降り出したものの、キッチンカーなど人気のグルメも楽しめるとあって、訪れた人たちはジャズのリズムに乗りながら思い思いの休日を楽しんでいました。また今年は若者がチャレンジできる場所を作り出そうと、大学生が企画運営するマルシェも同時に開かれ、学生手作りの雑貨や中学生が制作するオリジナルの T シャツなど31点が出展しました。まあ、こう地域に住んでいる方は懐かしい場所って思われるんですけど、歩いてくる県外の学生たちはすごく新しい場所っていう捉え方をしてくれてて、誰かの懐かしさが誰かの新しさかもしれないし、なんかそういうのが地域に元気を与えていくのかなと思って、そういう思いを持ってます。マルシェには若い感性があふれる作品が並び、訪れた買い物客らが興味深そうにお気に入りの一品を選んでいました。